今年で宮島水族館は開業して50周年を迎えるんだ。実はこれは50周年の記念バッジだよ。はい、これはアル君の。そうなんだよ。だから宮島水族館は今お祝いムードに包まれてるんだ。今日は特別に水族館の50年間を一緒に振り返ってみよう。これがオープン当時の宮島水族館だよ。これはピラルクと言ってね、世界最大の淡水魚だよ。そうだよ、すごく成長が早いので、あっという間に大きくなった魚なんだよ。はい、これはね、ラッコだよ。このラッコたちはアラスカから来ました。で、アラスカの名前を取ってアッキー、ラッキー、スッキー、ハッキーっていう名前がついてたんだよ。一番の好物はね、貝だよ。自然界では石を乗せるんですが、水族館では石を乗せるとガラスをガタガタとね叩いてしまうので、貝を2つ渡して両方でコツコツと開けて割っていったんだよ。これは色分けイルカっていうんだよ。このね模様がですね、パンダイルカっていう愛称があってですね、すごく人気があったんだよ。そうだね。はい、これはね、コビトカイマンっていうね種類のねワニなんですが、水をかけるとなぜか立ち上がるんですね。これは飼育員が植木に水をやっていると、その水が当たってスッと立ったもんだからびっくりしてね、水をかけたら立つんだっていうのが分かったわけです。この子だけだったんだよ。たくさんのテレビに出てね、世界中で有名になったワニなんだよ。そして今のスターは、なんといっても去年新しく家族が増えたこのスナメリだね。それはペンギンだね。フンボルトペンギンといってね、卵を産んで育てた卵を親が放置してしまって、その卵をせっせと育てたことがあります。フランキっていう温める機械があって、それで温めたんだけど、孵化させて親にするまでずっと育てていったんですね。私が近寄るともうそこに寄ってきて、ずっと見て、ずっとね後ろをついてくるように、親というか、相性が強すぎてですね、親以上に、なってましたね。お腹が減ってきちゃった。そろそろお昼にしよう。宮島マリンキッチンにも50周年のメニューがあるんだよ。じゃじゃーん。これが50周年記念の宮島マリン丼だよ。カキフライに焼きアナゴ、じゃこ、広島ならではの素材をたっぷり使ってるんだ。それでは、いただきます。ごちそうさまでした。他にも今、宮島水族館では50周年のいろいろな企画展示や記念グッズを販売してるんだ。みんなもぜひこの機会に宮島水族館に遊びに来てね。